今朝、えーすえー、すごく悲しいことがありました。近所を散歩していたところ、釣り禁止の看板が貼ってある農業用水,の水路で修行していた、えー、遠方の方がいたのですまさにこれなの。農業用の用水路ってできないところが非常に多い。ねはいえー、看板が見えないのかーって注意したところ、なんだその口のき方は、じゃあお前だよっていうね。はい、えー、か書いてませんが。はい、えっ、ー、と、逆に入れされました。えー 続けてやると用水路の管理の方が駆けつけてください、えー、注意していただきました同じ釣り人ってこんなマナナの悪い人ばかりだと悲しくなりますよねそ、ね、の用水路系ってねあの釣りビジョンなんかで平気で流しちゃうのよいやいい用水路とダメな用水路がある田んぼのあぜ道通っていくような用水路はダメなのよえ,えバスよりもアメリカ大学の方がヤバいと思うんですが皆さん的どう思いますこれこっ,っちもやばいと思ってくまさい 戦争当時からずっといるね、あのー、エビガニちゃんでございます。あれね、めっちゃおいしいのよ。アメリカザリガニってね、ガンボ料理って言ってね、テキサスなんか行くと、あのー、ドラム缶でね、何百匹、何千匹、ザバーってこう、煮るの。最後にね、長いテーブル、30メーターぐらいの長いテーブルに、こう、みんなこう、ビニールをこうやって、むしろ余って。そうすると、向こうから、 その似たね、えー、とアメリカザリズムがギョーッて流されるほんでブワーってるドランバリ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 ピッバババピッってすごいこれね特にあのスキーターってボートあるでしょあのね年一回に、えー、とチームの大会みたいなのあるのよで「誰とやるの?」って言うと、ね アメリカンフットボールつまりスーパースターアメフトだよだスーパースターとあの要するにスキータ,スキーターチームのね人間が一緒に一人ずつ乗っけてあの釣り大会をやるんだ、ね、よそれの打ち上げがそのガンボリュージュワーねもうそこから中の町からねあのきれいどころが全部集まるだってスーパースターだから ね、ただのスターじゃないスーパースターだまあもう,もういろんな町から切れどころが全部バーってバーニーガールがいっぱい来るねえザニガニバカバカ来る、ね、でんだよ全然だって昔からね小さい頃からザニガニ釣りっていうのだよみんなね次始めたの。 ね、あの今からもうもう100年前から100年前とは言わないけど50年ぐらい前みんなやってたんだよ、ね、50年前も40年前も30年前も20年前も10年ぐらい前からなやる人いなくなった、ねえー、そ,うそういうもんなの俺だってだって緑のばあさんだよあのダメにしたのねいろんなことをしてしまったためにねダメになっちゃったのよ あのー、内田ザリガニっていうザリガニがいるね、これは北海道なんかにね。で、アカンコに山のようにいるんですよ。で、アカンコで山のようにいて、で、あのー、アカンコって丸い、あのー、マリモッコリ。ね、あマリモ。ね、あれをこう内田ザリガニがプチプチ食べちゃってんじゃねえのみたいなのがあって、天然記念物の,そのあれを、だからこれ、駆除しよう。ところがおいしいのあれ。フランス料理なんか、ね。 ね、ええー、ですごい売れてただから漁師のおっちゃんたちがあれをいっぱい取ってそれが売れてたところがある時に環境省の関係が来てねつまり緑のねえー、ば様が、えー、これを生かしたまんま運んじゃダメにところがねあれはね 中でボイルするじゃん。生きたまんまにして結局そこで持って、ね、え札幌だとかそういうところのホテルやなんかでもこう出してたりなんかしてたホ,ホテルのレストランやなんかでね美味しい埋まるエビよりもうまいねえでそれを出してたら生きたまんまダメだから死んだやつじゃんダメじゃん。で、結局使わなくなっちゃったで漁師も売れないんだったら取らないそう余計に増えちゃう だからやっていいことと悪いことっていうのもあの,あの方はわからないんでねはいさあ切り抜き動画見た皆さんこちらの方がですねまたはじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像えそこからこう切り抜かれたやつでございますオンラインサロンの方ではですね本当に一人一人,人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね次回にお答えしてまたはじめちょっと楽しみたいなという方はですね是ご入会をよろしく